はい、こばちゃんです、今回はですね、僕が以前、BBM のカードイベントの、福袋の方を買ったんですけども、その中に入っていた、ボックスの開封ということでやっていきたいと思います。で、今回はですね、BBM の、東京ヤクルトスワローズ、2019ということで開けていきたいと思います。それではですね、早速していきます。はい、それでは開けていきます。はい、まずは、村上選手、浜田選手、バレンティーンです、スワレス選手ですかね、奥村選手、ペリオアということで、これ誰だ、川端選手ですかね、あ、山田哲人選手で、村上選手、近藤投手、塩見選手、沼田選手、藤井選手、小川選手で、ノーダウですかね、高梨投手、ああマスコッツ、おすいません。いきなり出てしまったので、ごめんなさい。気がつかなかったです。サインカード。高橋投手ですね。すいません。いきなり出るとは思わなかったんで、もう、60分の18ということで。高橋啓治投手ですね。いきなり出てしまって、すいません。原樹里投手、八木投手、まさか上田選手、広川選手、小川投手で、高梨投手、マスコッツ、中村選手、誰だっけ、あ、ブキャナン投手ですね。で、川監督、太田選手、おお、五十嵐投手、これはちょっといいな、渡辺選手、田代選手、中山選手、荒木選手で、小村選手、山田選手、小林選手で、大引選手、引退したんですけどね、2019なんでね、梅野投手、高梨投手、広川選手、高橋と、小川選手、佐藤投手、坂本選手、おお、かっこいいな、青木選手、畠山選手、村上選手、ブランティーンで、雄平選手で、村中投手、上田選手、小川投手、原樹里投手、八木投手で、バレンティーン、川端選手、岩橋投手、中尾投手、風張投手、大立間投手、小川投手、近藤投手、中澤投手、清水投手、藤井投手、星投手、広岡選手、坂口選手、山田哲人選手、梅野投手、石川投手、後藤氏、青木選手、田川投手、松本選手、青木選手、東投手、大下選手、
うわ、近藤投手、石山投手、山崎選手、うわ、寺原投手、田代選手、平井投手、宮本選手、松本選手、倉本選手ですね、青木選手、清水投手、マクガフ、マクガフ、投手、高橋投手、石山投手、市川投手、山川選手、星選手、宮本選手、太田選手、で五十嵐投手、渡辺選手、西浦選手、ビリオア、これがシリアルかな多分、あ違うわ、間違えた、川端選手。でもかっこいい色ですよね。鈴木投手で、大村選手、山中選手、かっこいい。ブキャナン投手、太田選手、鈴木選手、大村選手で、中村選手、おろり、はい、川端選手、雄平選手で、中山選手で、中村選手、三輪選手、竹山選手、中山選手、レコードマン、山田哲人選手、吉田選手、山田選手、金久保選手、原樹里投手という結果になりました。あれ、シリアルない、このスペリオアがシリアルじゃねえのかなとは思ったんだけどな。あー、シリアルでしたね、すいません、見落としてました。90分の20、はい、開封の方終わりまして、まあ、サインカードがいきなり出てしまって、ちょっと申し訳ありませんでした。ということで、とりあえずは、まあ、カードの方の紹介ですね。キラってるやつの紹介をしていきたいと思います。まあ、フライハイということで、まあ、コント選手ですね。バレンティン選手。で、雄平選手。あとは、雄平選手、すいません、中村選手と雄平選手ですね。申し訳ないです。で、これが、ブレイキングタフですかね。ということで、小川投手と、原樹里投手ですね。で、スペリオラのカードとして、山田哲人選手と、こちらがシリアルの川端選手。で、サインカードとして、高橋、投手の、サインカード、60分の18ということになりました。うん、まあ、サインカードも出たし、なかなかの結果だったなとは思います。ね、今度ですかね、エポックの、ヤクルトのルーキー&スターズは買おうかなと思っておりますので、そちらの開封の方もやっていきたいなと思いますので、ヤクルトファンの方見ていただけると大変嬉しいなと思います。今回はですね、BBM の、カードイベントで買った福袋の中に入ってたボックスの開封ということで、ヤクルトスワローズの2019の方のカードの開封を、させていただきました。いいと思った方ですはね、チャンネル登録と高評価、よろしくお願いいたします。それではバイバイ。